パラダデシルは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体。コマルカダテーラーでカルデーラスに属し、またリベーラ桜地域を構成する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は648人。住民故障はサイランス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.59%。パラダデシルは、オーレンセ県の北部に位置し、 コマルカダテーラーでカルデーラスに属する。北は、シル川を挟んで、ルーゴ県のソベールと、南が、モンテデラーモと、シュンケーラデーエスパダネード、東が、アテイシェーラと、西が、ノゲーラデラムインと隣接。自治体の中心は、パラーダデシル教区のパラーダデ、シル地区。パラーダデシルは、オーレンセ司法管轄区に属す。自治体主張は、 ガリシア社会党のフランシスコ・マヒー・デ・ビサーロ、自治体表議員は、ガリシア社会党、5、ガリシア国民党、2となっている。パラードデシルは旧の教区に分けられる。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。